こんにちは。富士広報室の長澤です。日に日に寒さが増してきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。これからは一層寒さが厳しくなります。おでんや鍋料理など温かいものを食べて、寒さに負けないようにしたいですね。それでは富士市からのお知らせです。富士川ふれあいホールにおける付属設備及び備品の利用料金の有料化についてお知らせします。富士川ふれあいホールでは平成28年4月1日から舞台設備や照明設備などの付属設備や備品を利用する際には富士市交流プラザと同様に利用料金を徴収します。利用料金など詳しくは月曜日、祝休日、年末年始を除く9時から21時30分までに富士川ふれあいホールへお問い合わせください。お問い合わせは富士川ふれあいホール電話 81-2333 へお願いします。パーソントリップ調査へのご協力をお願いします。将来的な交通計画の策定や街づくりの検討などに活用するため、皆さんの一日の動きを把握するパーソントリップ調査を実施しますので、ご協力をお願いします。調査日は12月1日から3日までと8日から10日までのうち1日です。対象は無作為抽出された市内約3万2000世帯の人です。詳しくは岳南都市圏総合都市交通計画協議会ウェブサイトをご覧ください。 URL はご覧の通りです。お問い合わせは都市計画課電話 55-2786 へお願いします。障害者週間記念事業風は生きよというを開催します。日時は12月5日土曜日の13時30分から16時30分まで富士市教育プラザ1階会議室で行います。内容は人工呼吸器を使用して地域生活をしている重度障害者に関する映画の上映とシンポジウムです。参加費は無料です。当日直接会場へお越しください。お問い合わせは障害福祉課電話 55-2761 へお願いします。住み時アンダー40受付期間の延長についてお知らせします。平成26年9月に開始した富士市若者世帯定住支援奨励金交付制度住み時アンダー40の受付期間を延長します。対象は市外から転入する若者夫婦世帯で、市外に1年以上居住していて、夫婦のいずれかが申請時点で満40歳未満の世帯です。対象住宅は玄関、居室、台所、トイレ及び浴室などを備え、自ら居住する住居です。奨励金の額は、新築または購入する住宅取得に対し70万円。その他、上乗せ加算額があります。受付期間は、平成28年3月31日木曜日までです。申請方法など、詳しくは、住宅政策課へお問い合わせください。お問い合わせは住宅政策課電話 55-2817 へお願いします。富士市富士山ぶどう園部会ぶどうを体験してみようを開催します。日時は11月21日土曜日の13時から
市立富士体育館で行います。内容は合気道、少林寺拳法、空手道、弓道、剣道、柔道、薙刀、スポーツチャンバラの演武披露と体験です。入場料は無料です。当日直接会場へお越しください。お問い合わせはスポーツ振興課、電話 53-6045 へお願いします。古代料理レストランを開催します。日時は11月29日日曜日の9時から14時まで、市立博物館工芸棟陶芸室ひろみ公園で行います。なお雨天中止です。内容は縄文人や古代人の道具、かまどの使い方、作り方を学び、彼らが食べていた料理をフルコースで楽しみます。対象は小学生以上、ただし小学生は保護者の同伴が必要です。定員は15人で先着順、受講料は600円です。持ち物はエプロン、軍手、長靴、汚れても良い服装です。お申し込みは11月21日土曜日の9時から受け付けます。直接または電話で市立博物館分館歴史民俗資料館までお願いします。お問い合わせは市立博物館、電話 21-3380 へお願いします。トップアスリートを目指そう、子どもたちの夢を応援しますを開催します。日時は11月27日金曜日の19時から20時45分まで、常葉大学富士キャンパス G101 教室で行います。内容は精神力を知ろう、メンタルトレーニングとはです。講師は常葉大学富士キャンパス経営学部准教授の滝沢博光さんです。受講料は無料です。当日直接会場へお越しください。お問い合わせはスポーツ振興課、電話 53-6045 へお願いします。丸美星座観察会を開催します。日時は12月4日金曜日、5日土曜日、平成28年1月8日金曜日、9日土曜日の各19時から21時まで、少年自然の家で行います。対象は市内在住在勤の親子や家族です。定員は各30人で先着順、受講料は無料です。お申し込みは12月分については月曜日を除く11月19日から12月2日まで、1月分については月曜日を除く12月8日から27日までの9時から17時までに、電話で少年自然の家までお願いします。持ち物など詳しくは少年自然の家に問い合わせるか、市ウェブサイトをご覧ください。お問い合わせは少年自然の家、電話 35-1697 へお願いします。富士市地域防災訓練に参加しましょう。12月の第1日曜日は地域防災の日です。12月6日日曜日を中心に各地区市防災会が訓練を実施します。市民の皆さんの参加をお願いします。お問い合わせは防災危機管理課、電話 55-2715 へお願いします。富士市コールセンター教えてコール富士をご利用ください。印鑑証明や住民票を取るために市役所へ持っていくものは、今週末
市が主催するイベント情報を教えてなど、あなたのちょっとしたお問い合わせに専門のオペレーターがお答えします。受付時間は8時30分から18時まで。年末年始を除き土曜日、日曜日、祝休日も受け付けています。市役所のことでどこに電話をかけていいか担当がわからない、そんな時はぜひ富士市コールセンター教えてコール富士電話 53-1111 をご利用ください。今回の富士広報室は富士市からのお知らせをお送りしました。さて、今回のエンディングは10月21日に富士市立高校で行われた人工芝で遊ぼうとワクワクコンサートの模様をお送りします。人工芝で遊ぼうでは、子どもたちがボールなどを使い人工芝のグラウンドでのびのびと遊んでいました。またワクワクコンサートでは、子どもたちは時折体を揺らしたり口ずさんだりして吹奏楽部による演奏を楽しんでいました。その模様をご覧ください。それでは富士広報室はこの辺で。Thank you.